バスで来まして、多分あれかな、あそこかな、だと思います。でこっちが函館駅ですね。ここは、やっぱ新選組推しなんでしょうかね。ラジェントステイ函館駅前915室です。ダブルの部屋ですけれども、シングル一人仕様ですね。ここは海側なんですね。ですのでこのように海が見えます駅いいですね。駅電車止まってます。ああ向こうもいろいろ止まってます。これはいいな、朝もいいでしょ、これは。左手の方に、函館山がちらっと見えますけれどもね。はい、よいしょ。室内着で、いろいろお風呂とか言えるそうです。のんびりしようかなね。ただ、大浴場がある、温泉がある代わりに、こちらトイレ、いい新しいトイレですね。そしてシャワーなんですね。バスタブはなしというふうになってます。その代わり、温泉大浴場があるということですね。そんなような感じです。はい、部屋に荷物を置いて、ちょっと飯を探しに行きます。この駅のそばに、あの有名な函館ラーメンのなんだっけ、すみれかがあるはずなんですけど、ありますでしょうか。アジサイというのしかないですね。やってないよ、もう終わったんですね。早いな。あとこっちは、あの朝市なんですけれども、脇の方で、ラーメンを探しに行きます。あそこの塩ラーメン食べました。美味しかったですね。駅前のところなんですけどね、向こうがホテルです。朝です。どんよりとした雲です。気がついたらというより、スマホのアラームで起きたのが8時ですね。やっぱ疲れてるみたいだから、今日はのんびりすることにします。酢飯になってますね。選べますけど、お味噌汁とカツゲンと牛乳です。
カやウニが下の方に行ってしまいました。上の方オクラばかりになってしまいましたね。ね、ここはフロントですね。今10時半に出発というのんびりしたスケジュールです。すぐこの前にですね、函館駅前横丁なんていうのがありまして、ちょっと昔のラーメン博物館みたいな感じで、店がね、今みんな閉まってますね、なかなかね、厳しいみたいですね。このジンギスカンは昨日も開いてましたけど、というふうに、前広場ですね。そしてすぐ駅になります。駅のすぐ横なんで、すごい交通の便がいろいろといいですね。今日は割と涼しいです。は函館駅です。ちょっと一応あそこで観光案内所で、なんだ、地図をもらっていこうかなと思います。さて、駅前からちょっとだけ朝一を覗いてですね、朝と言っても10時45分ですけれども、でその後市電に路面電車に乗って、北方民族資料館の方へ行ってみたいと思います。すぐそこにある、朝一のいろんなのが入ってるんですね。カモメが普通に歩いてるという、やっぱ港町ですね。どんぶり、横丁市場ですって。第二市場とかありますけれども、こちらの方には、入ってる、マーケットさん、朝市場何かね、それいいんちゃう。
座りがいるんですね。交換がすごいですね。いろいろありますね。菊吉の結構有名ですよね。駅に市場ですね。なんかここ一番賑やかみたいですね。あ、これがあの名物のイカ釣りですね。なるほど。この一括に、おお、すごいすごいすごい。イカは時価なんで今日は1000円ですね。800円とか1500円とかいろいろあるそうです。釣ったのはすぐ向こう側で調理してくれるわけですね、すぐ食べられるようになってます。この2階は500円丼っていうのが割れて有名ですね。税込み550円ですか。